稲西さんにとっては後輩ができたわけですよね。これなんか心境の変化とかありました？はい、先輩あ、いいですね、いいですね。今まで私に先輩と呼ばれることがなかったよね、ベイちゃん。いや、そうなんだ。あれ？いや、だってあの海外は先輩、後輩あんまりなくて、うん、あ、そうなんだ、まあ、もっと友達が変わっている感じですね。なんか GP の先輩はちゃんと先輩と呼んでるんですけど、うん、なんか EN の中にはちょっと先輩なしでみんな仲良しです、うん、あ、なるほど。友達って感覚なのかな。そうか、そうか、そうです、はい。